実はふつふつと人気が沸き起こっている車になります。走距離は今まだ2万8000キロっていうところで非常に快適でございます。車の話坂戸店のコーナーです。最近ソロ企画になってまいりました。どうも山中です。本日はですね、ホンダの CRZ-Alpha を紹介していきたいと思います。皆さんこう思ったことありませんか？燃費のいいかっこいいスポーツカーが欲しいと、それを具現化した車こちらでございます。ホンダの CRZ でございます。まあもうね、生産終了してから、しばらく経ってますけれども、実はふつふつと人気が沸き起こっている車になります。はい、まあ、もちろんねホンダ車なんで、VTEC 積んでますけれども、はい、この VTEC はですね、まあ、DOHC じゃなくて実は SOHC だったりとかもするんですけど、パワー的にはね正直あんまり出てないです。120馬力ぐらい、はい、なんですけれども、ハイブリッドシステムを搭載しているのに、なんとこの車の重量は1100キロ台なんですよ。はい、なのでね、シビックのタイプ R とか S2000 よりも100キロ以上軽いということで、まあ、こんなに逆に楽しい車ってないんじゃないかなというふうに思って、今日はですねこの車を、まあ、早速ね見ていきたいと思います。ちなみにこの車は、まあ、ZF1、前期型の CRZ になります。前期型のいいところはですね、後期型になると実はバッテリー容量がちっちゃくなったりとかね、いろいろしてて、実はね燃費的にはこっちの方がいいんですよ。はい、というわけで、ね、そんなねエコなものを見ていきたいと思います。まずねこのスタイリング、このねクーペスタイルのねスタイリング非常にかっこいいですよね。はい、なんかね意外ともっとねリアねこう形的に、ね、寝てるかなと思ったんですけど、意外とねこうそのままね直線的に流れていってるなっていう印象はありますね、正直。はい、まあ、あとはね純正の16インチのホイール、ちなみにね後期は17インチということで、結構ねスタイリング的には前期と後期で比べると前期はねかなり丸いなっていう印象を持ってます。はい、で、まあ、ドアは、2ドアということで、ドアはね結構長いですね。はい、おこれちょっと駐車場隣狭いとドア開けづらそうですね。まあ、でも何ですかね、そんなにこう汚くもないんじゃないですか。歴もねなさそうですし、まあ、歴ないんですけど、はい、状態としては悪くないんじゃないでしょうか。ちなみにねこの車実は走行距離は今まだ2万8000キロっていうところで、結構ね低走行なお車になってます。はい、まあ、中入ってみると、まあ、でも結構ねスポーティーですね、デザインがね。なんかこう全部こうコックピットに対してこの辺のね操作パネルが全部運転席側に向いてますよね。ナビも多分ちょっとだけこっち向いてるかな。なのでかなりこう運転者向けのこうコックピットデザインだなっていう風に感じますよね。はい、であと皆さんスポーツカー好きな方、長距離移動多いですよね。見てください、クルーズコントロールついてます。なんでまあ正直ね、長距離の移動もかなり快適に乗れるでしょうし、まあ、かつね燃費もいいっていうところで、これね、ちょっとだけね乗らして、事前にね乗らせてもらってちょっとね長い距離移動したんですけど、リッターね23キロぐらい走ったんですよ、燃費計で。なんでね実燃費としても20キロぐらいはね全然狙えそうな、そんなエコスポーツな車ですね。さあエンジンかけてみましょう。おう、エンジン音は普通ですね、正直。はい、まあ、でもね真ん中にタコメーターがあって、その内側のところにねスピードメーターがあって、まあかなりデザインとしてはスポーティーですよね。この車実は2人乗りって思うじゃないですか、一応4人乗りなんですよ。後部座席行ってみたいと思います。よっ、乗れるかこれこれ乗れるのかよっ、後部座席はですね、こうしないと僕乗れないです。ちなみになんかね今すごいことになってますよこれ。なんかね、もう首がねもうなんかすごいことになってる。これだから上にするとね今こうなんですよ、もう何も見えないみたいな。で上にしたらこれ頭当たっちゃうんで、後部座席はですね皆さんないものだと思ってください。はい、これはちょっと狭くないか、いくらなんでも
じゃあ逆にね、積載性はどうなんだっていう話ですけど、あ、意外とそこがね暑いんですね。 FF だからもうちょっとねそこ低いのかなと思ってたんですけど、これバッテリーがこっちにいるのかな。あ、でもそんなこともなさそうですね。まあ、ちょっとそこは暑いですけど、まあ一応荷物は後部座席を倒したらほどほどには乗りそうです。はい、まあ2人で旅行に行く分にはなんとかなるかなというふうには思います。はい、この車をね乗っていきたいと思います。さあというわけで行きましょう。 CRZ 君です。お、静かですね。今ねちなみに一番エコモードで走ってるんですけど、やっぱりねスロットルのね感度はちょっと弱めですね、かなり。あ、結構すぐにあれですね、エンジンが切れるようになるんですね。だいたいね時速10キロを切ろうとするタイミングでもうエンジンは先に落ちますね。まあね、この車 CVT なんで、その発進もね、DCT みたいにガクつくこともないし、非常に快適でございます。まあ、普段はねゆっくりこう流せばよくて、ちょっと楽しみたい時にねカチカチってやったら7段変速になってるらしいです。なんかスポーツカーらしさでいうと、まあ、足はねやっぱり普通の市販車フィットとかインサイトとかと比べるとやっぱり全然硬いかなっていう感じはしますけど、でもなんだろう、不快になるような硬さではないですね。硬いというよりもどっちかというと突き上げの方がこのノーマルの足だと気になりますね。でも今ね40キロですか、ちょうど、ね、1100回転ぐらいしかエンジンも回ってないんで非常にエコです。瞬間燃費見てもね20キロとか20キロオーバーのところ指しているので、今かなり快適というか燃費もねいいんじゃないでしょうか。やっぱねエコモードにしてるとちょっと加速しようかなと思った時はもたつくなって感じはありますね。踏んだけどワンテンポ遅れでよっこいしょみたいな、そういう風に動いてるなっていう風に思います。ちょっとノーマルにしてみますね。ああ、ノーマルにするとなんか自分の思ってる加速感、そのレスポンスの良さみたいなのはありますね。はい、ということでですね CRZ に乗ってきました。あのね、僕が思ったのはこう燃費はいいけど、いい車が欲しいけどプリウスアクア嫌だっていう人おすすめです。あのね、まずスタイリングが非常にいいっていうところと、あと実際に乗ってみると結構ねやっぱ快適、 CVT だし、その DCT みたいにこう発進の時にねこうガクガクもしないし、あのね乗ってて正直自然なフィーリングで、重心もね低いんで走っててすごくあのね爽快感あって楽しかったです。はい、なのでぜひこのエコなスポーツカー CRZ いかがでしょうか。支払い総額96万円でご案内中です。2.8 万キロですよ。低走行でございます。フルノーマルです。皆さんお問い合わせお待ちしております。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ヨウキさん、どんなところが一番魅力的ですか。
個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレスさんですね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでもおなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。